皆さんどうも、タイガです。お疲れ様です。はい、今回やっていくのはですね、新虹バッチ来ましたね。新しいやつ、ケットシー、使っていきたいと思います。もう早速取りました。で、ケットシーの虹バッチの恩恵なんですが、まあ予想された内容が、射程がアップするか、まあもしくは召喚数が1体増えるか、はたまたね、どっちも来る可能性もあるのか、みたいな話がありましたが、聞きましたね。結果的な話をすると、召喚数が1体増えただけでした。はい。どっちかっていうと、射程が伸びてくれた方が嬉しかったです。でも、射程が伸びた方が嬉しかったんですけど、召喚数が1体増えただけ。とはいえ、5体召喚に切り替わったので虹を引ければ、5体キャラを処理できるって考えれば、悪くはないのかなと思いますね。射程が伸びてない分、支援火力的な感じの妨害はちょっとしづらいんですけど、受けとして切る分には使えますよね。でも相手のキャラ流れてきて、みたいな感じで、使う分には使えるのかなって感じがしますね。あれ？俺、ブルードがブルドラに見えてる。全然大型引いてないわ。はい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 。で、多分ナスこれ引っかかるよね。オッケーオッケーオッケー。まあ、これ引っかかってくれんなら、まあ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 、これケトシ流そうか。一体ね。虹ケトシ流しちゃおうぜ。これ流しケトシもかなりめんどくさいはずだから。あーと思ったけど、ドラゴンライダーか。引っかかるね、ここ。まあ、ひとまずここベビー置いて、これ食らってもらいながら、ぐずってもらおうかな。ここでグズル連打して、おーおー、ああ、そうか。忘れてたわ、あの存在を。ここでグズル連打してもらって、倒してもらおうかな。倒してもらって、ちょっと邪魔なやつを、弾こうかと思ったんだけど、弾く間もなく、おお、相手転生すごいね。ただ、どかして止めてもらって、ブルードも出して、ネズミ前置いて、裏技も置いて、お？スプラッシュが消えた？あ、スプラッシュフィールドに出せる数決まってんのか、これ。そういうことか。なんか後ろに流れてんだ、剣士。だから今、ドラゴンライダーに打ったスプラッシュが消えたじゃないですか、下の。なんだろうと思ったら、上でスプラッシュ打ってるからか、2体が。そういうこと？フィールドでスプラッシュは、あ、見てなかった。フィールドでスプラッシュは2個までしか展開できないとか、そんな感じかな。全然画面見てなかった。取れたらちゃったね。まあ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 。続いていきましょう。おそらく、コメントできそうであろう。一つ。なんか、声変じゃないですか？風邪ひいたんですか？みたいなね。コメントが、心配してくれるコメントが来る可能性があるかなと思って、先に話しておくんですけど。多分、自意識過剰じゃなくて、普通になんか結構気づいてくれる人がいっぱいいるから、昨日カラオケ行ったんですよね、久々に。結果、喉が枯れました。もうそれだけです。行きましょう。体調とかはもう全然万全です。どう行こうかなこうかな。シンがどっち行こうか迷ったけど、下に行くか上に行くか。ここも行っちゃおう。困らせよ、相手を。で、裏技置いて、取られるのだけは避けたいんだけど、ディケイドさんうまく機能してないね。ケットシーで一回塞いで、これでもう一回スキル打てる可能性があって。おー、ケットシーのあれを壁にしながらスキル打ってる。エラー。あー、バカしちゃった。まあいいか。ここさー、詰めないでほしい、まだ。グラトニーで。オーケー、いいよ。上もグラトニーできないかな。まあ、ケットシーもね。まずこのパクってからケットシーね。いいよいいよ、全然いい、悪くない。箱詰めね、解除されちゃったけど、まあ全然別にいいんだ。ここはね、まだね。はい、押さえてあげて、
で、イカか。イカだったら俺ポセでもいいな。黒稲妻食らわせられてるこの位置から挟もうか。これで黒稲妻とこのね、トライデントで借り切れるじゃん。で、砦で圧かけて、なるほどね。ナスいっちゃおう。封印入れた。で、お、スキル打ったのでかいよ。もう時期ないかな、さすがに。さすがに時期そう。うん。ここもやられちゃうかな。一個詰めた。無双で解除されちゃった。けど、褒めれる。火力で倒しきれる。ディケイド？ディケイド。大型戦できるキャラ残ってない。ケット氏が5体召喚できるから結構雑に切ってもなんとかなるわ。え、めっちゃいいね、これ。ケット氏5体結構いいね。メギロ。はい。というわけで、完勝ですね。五体召喚によって、このキャラ数が、かなり余裕ができるわ。はい、それではね、続きたいと思います。ケトシの2時。射程アップよりもキャラ数の方が意外といい可能性ある。キャラが切れなくて、相手のキャラを処理しやすくて、なんか、普通に使いやすいんだけど。虹バッジ出る前から、なんか最近ちょっとケトシ使いやすいなって。まあ別になんか優先枠っていうレベルじゃないけど、なんか使いやすいなっていう感覚があったんだけど、この虹バッジの恩恵によって、これ優先ありかみたいな。ちょっと思っちゃってんだけど、カネキたちと違うところで言えば、虹じゃない時でも普通に使える。って部分で、あ、一回殴ってほしかった。平石に。まあ、どっちにしろ飛んだか。これね。これが強いよね、マジで。箱詰めできんの。シャークでガツッ。箱詰めガツッ。爆発。いいよ。これ、ケトシ触るもしかして。さすがに触らんか。え、触ってるわ。へえ、そっから触れるんだ。で、多分大砲撃ってくるじゃん。あれ、これ撃ってこない？やったぜ。それ撃ってこないならだいぶ楽だが。はい、大ダメージ。マジ強いけど。ここもさ、触ることはできるじゃん。箱詰めした。え、なんかめちゃめちゃ強いけど。はい、封印入れた。グラグラ食らっちゃったな。まあ、いいか。倒すはするから。ケトシ長そう。相手かなり弱ってるに見えるわ、ケトシ。エビバー。あれ？それ、反応しないの？箱詰めして。取って箱詰めしてもいいぞ。箱詰めしてくれたらね、今いわゆる怠慢勝利だから。箱詰めしないね。何言ってんだろう。箱詰めしないで終わっちゃった、箱詰めしないで終わっちゃった。そんな、あ、違う、うん、ケットし、あ、そっか、デビルは箱詰めしづらいわ。デビルか、相手のキャラ。デビルはね、ケットしに強しの相性を持ってる。箱詰めし、されづらい。絶対に食らわないわけじゃないんだけど、かなりされづらいから、まあ有効ではあるよね、みたいな感じ。というわけで、惜しいね。点差勝利。ありがとうございました。はい、それではね、続きましょう。ラスト。二次ケット氏めっちゃ強化いいんだけど。めちゃくちゃいいんだけど、気のせいか？気のせいじゃないよね、これ多分。想像以上に良くてびっくりしてんだけど。ただ虹ならね。バチなくても使い道は全然あって、全然使えるキャラだとは思うんだけど、そんな強キャラって感じではないと思うんだよ。まあ普通に使えるよね、みたいなぐらい。なんだけど、虹が、普通になんか、強って感じがするんだよね。いや、これ、ネボとコラボ猫っていう引き方ほんと良くないんだよね。まあしょうがない、虹バチ引くためにやってるから。どっちもね、火力がないから、ネボから行こうかな。特に火力がないネボ。
コマコ使ってコラボ猫は最悪なんか重ねで火力出してくれねえかみたいなね、あれで行こうか。さあコラボ猫だね。まあケトシーはね、多分ね、余すことなく使っていった方がいいと思うんだよね。これこっから使っていいと思うんだよな、ね、ケトシー。なんならタコ詰めして、ちょっと待って、バカ野郎、ロケ強い。そう、それが強いんだ。あの剣士負けてんだか、まあ、全然見なかった。剣士負けてることで気を取られてた。すごいタイミング。あーでこれ火炎当たっちゃうな、よくないな。マクラが正面から当てるしかないか、まあ、弾けるとは思うんでとりあえずここは大丈夫で、まあ、ここもちょっとめんどくさいからケットしておくか。さすがにね、何かあってかじゃ嫌だからね。確実に見ていこう。箱詰めを繰り返し、あ、まだ、倒しはしてくれたね。オッケーオッケー。こっち裏技剣士流すか。裏技剣士は、大丈夫だよね、だけど、うん。まあ、砦を取るのでも強いし、やっぱそのコスト使わずに砦をね、狙えるっていうのがすごい良くて。まあ、それとは別に相手のキャラ次第では流しても強い。まあ、この相手の場合はあんま流しても効かないけど、カマキリとかコラボ猫いるから、相手のキャラ的に、うお強っ、それ届くんだ。相手のキャラ的に流すのは刺さるよっていう場合はガンガン流していいと思ってる。取ってもらってオッケーオッケー。まあ、相手のキャラ的にってのはカマキリとかコラボ猫のには2コスで、ね、低コストでキャラ数多くて、でそのまま倒して流してくるみたいな、流しが強いカマキリとかね、ついでに狩られちゃうのはよくない。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。ケットシー虹です、いかがでしたでしょうか。え、かなり強くないか、ちょ思った以上に強くてびっくりしてる。召喚数1体増えて、で、やっぱあの後、金バッチと同じ恩恵の攻防 HP スキルハズレアップついてるから、まあ、死にづらくて火力もあって、みたいな。で、スキル発動率高いから、ちゃんとスキル打ってくれるし、みたいな感じで。めちゃくちゃ使用感がいい。で、やっぱ5体召喚になることによって、相手のキャラをね、かなり倒しやすくなってるんだよね。キャラ切れっていう感じじゃないけど、そのキャラ負けしない。キャラ数負けしない。あとは、あの、その、環境的に強いキャラたちって、ケットシーの箱詰め有効なんだよね、中型って。まあ、デビルとか、まあ、あとはベビーとか、まあ、あそこら辺のケットシーの箱詰め聞きづらいキャラも存在してるんだけど、別に今の、今あいつらって環境キャラじゃないし、普通にいいキャラぐらいだから、そんなしょっちゅう出てくるわけじゃないし、で、そいつら以外に打てばいいし、みたいな。なんて言えばいいのかな、その、プリキャの魅了とか、小玉の、まあ、小玉のカード化とか、ああいうなんか、強いんだけど、環境キャラ結構回避できるよ、みたいな。スキルじゃなくて結構届くよ環境キャラにみたいな感じだから、もう結構使い勝手いいなって思いました。全然悪くないね、虹バチは。バッチなしはまあ普通いいキャラかなぐらい、強キャラではない。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。